どうも、エルザレッドです。それでは、イーストワードやっていきたいと思います。あ、フレームセプターゲットしたんでね、燃やし尽くそうか。いや、めっちゃ楽しみ。ダメージ高いんかな、この武器ね。あー、もう見るからにやばそうな。これもいけるんじゃない？あ、いや。いけたいけた、危ねえ危ねえつかねえやと思って近づいたら、こっちが消し飛ぶところだったね。あー、そういうこと。そうなると、まあ、上行けるけど、ここぐるーって行って、ここはいいでしょ？ちょっと下行きたいね。アイテム回収したい。一応ね、さっき行ってきたんだけど、ダメだったね。違うギミックだったかな。あ、燃やして。行きましょう。とりあえずね、燃やしといて、損はない感じだから。おお。おお、最高だね。危な。そういうギミックがあんのか。凝ってるね、ほんとね。武器替えだな。よし。い、あのね、痛い。結構痛い。あ、ジョニーの仲間カード。ジョニーって誰だっけ？ジョンと4を覚えてるけど。ジョニーまた別か。ああ、でも、マジで。どうした、どうした、どうした。また、またあれか？例のやつか？よし。よし。あぶね。ジョンの自我がたまに出るからさ。ああ、びっくりする。あの草のやつは、攻撃しなければって感じか、不用意に近づいたりとかね、しなければ良さそうだね。これは、下っぽいから上先行こうか。電気ねえ。お、いけた。OK。置いていって、燃やして、で、この状態で、サンちゃんの顔がね、すごいしかめっ面なんだよね。待ってるとき。あ、上級パーツだ。これ大事だね。いくよ。これ普通じゃん。ほら。変更した瞬間、顔、表情変わるの最高だよね。あからさまにね、嫌な顔されるっていう。アイアミント。あ、しかも調味料だ。冷たくて辛い。あ、これフィッシュサンドなんだ。卵、玉ねぎ。200件レシピだって。惜しい。1回でいいから、成功させたいな。
卵野菜炒め。うまそう。もう一品ぐらい作っとこうか。卵と、クラブアップルと、レモンと、胡椒。あー、これ。え、これ、あ、クラブアップルと合わせるとって感じか。あー、それませんでした。冷麺要素どこ？じゃあ玉ねぎ？これで。あー、全然揃わねえ。目押し下手だなー。でもこのさ、面白いのがさ、こっからサンちゃん見えるんやけどさ、結構待ってる間動きまくるんだよね。あの横見たりとかね、落ち着きがない感じがなかなかいいよね。よし、回復がなちょっと低めなんだよな。3とかが多いね。はい、行き止まり。うわー、なるほどね。トラップ系というか、なんというか、これあれだね、ちょっと追われたりすると厄介だね。ショットガンだと一発。あー、ちょっと考えるな。これまず下の方行こっか。行って。いや、スーパーマー持ちなんだよなこの子。うわー、マジかあ、これで OK。 通路を防げるんだ。おお、よかったよかった。よし、こいつは厄介だわ。サンちゃん置いて戦うことを覚えないといけないな、こんな感じで。あとは爆弾強化してるからっていうところもあるよね、正直。強化してなかったらこんなにダメージは高くないと思う。いや、銃のアップグレードは意外と大事だったかもしれんな。いやー、ここきつそう。弾薬補充ね。いい、結局かいい。あ、そこガンガン入ってくんの。あ、弾薬めっちゃ出る、ありがてえ。これ系大変だな。お、隣がお宝。
ちょっと待って、どっかから行ける？あ、いや、あそこの穴。いや、動かないか。多分ぐるって回るんだろうね。弾薬補充。よし、オッケー。なんでしょう、お金だ。とりあえず下か。いや、これさ、サンちゃんはいける。あー、なるほど。燃やして、反対側。なるほど。で、こうして、どんどん進めて、はい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 。なるほど。いてー！そこ燃えるのな。やばい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 。いて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 。この二手に分かれるのね。辛いよ。あ、これは買いです。まあ、一個。あれこれ。ああ、落とさないといけない感じか。ほい。合流。こりゃもう、回しに行こうか。ほい。燃やしてちょっと待って、壁はまってんだよ、それ壁はめってるのはダメだってマジで痛え、今の。しかも何も得られるものはないっていうパターンか。うわー、サラダ食っとくわ、もう。いや、得られるのないの一番きついな。あ、でも、あとは料理ができる。野菜炒めになっちゃう。これも冷麺。うん。これがハムだと未発見ね。よし。いや、なんか目押し狙わずリズムでするのがいいね。肉ちまき、あ、うまそう。めっちゃサンちゃんこっち見てたね、今ね。肉ちまきできた瞬間。我々は時として不思議と禁止感のある光景に出くわす。ここは間違いなく何らかの意味が潜んでいる。まあ
ボス戦ってことですよね。ボス戦ってことですよね。お、人間工場だって。やっぱそうだね。あ、いや、あれか。左上のやつはタイマー。能力アップか。人間工場。左上でいいのかな。またこれか。うわ、変なの。これきっと扉開けるやつだよね。ジョン？そこにいるんでしょ？出てきてよ。この工場はひどいありさまね。防衛機能はダウン。ボットも消えてしまった。別の手段を考えるしかないわ。別の手段か。ちょっと、どうやってこっから出ればいいの？育成層破壊の育成層破損。被験体が脱走しました。あれ、被験体なのか。ここもダメ。どうすれば出られるの？うん、相変わらず元気ね。けど、たまには自分の頭で考えて。まあいいわ、またね。あたしちゃん。ジョン、扉が開いたみたい。あの化け物は、現体でこれ、あの人型のやつか。マジか。これはいけないんだね。ああ、やっぱそうですか。いてててて。意外とサンちゃんに当たるの辛いな。おお、ここ行って、肉ちまき、弾薬共有か。なるほど、弾薬共有だったか。今さら気づくから撃てなかったよね、フレームセプターで。どうしたどうした。あそこだね。あそこに免疫培養器があるんだ。さて、どうやって行ったもんか。何か邪魔しているのか。お、ソニック。む、むむむ。いいぞいいぞ。これはどうやらソニックボーイの出番だ。これからド派手で熱い展開になる。二人は下がっていった方がいいぞ。もっとだ、もっと下がって。まあ、あの名物の爆発が見れるわけだね。だいぶ下がったよ。5、4、3、バーンじゃないの、ほら。えへへ、またやっちゃった。ソニックボーイの名前はそういうことかな。何でもかんでも早いのかな。でもほら、中に入ると言わんばかりに通路が開いた。お、完璧やね。
あとは任せたよ、研究員諸君。ない？何もない？免菌培養炉。免、うん。まあ、とりあえず、ゲットということで。ああ、燃やせ、燃やせ。もう全部燃やせ。いっ。単純に痛かった。ああ、爆弾か、出てくるの。お金じゃない。あ、パーツだ。熱っ！そういう細かいところまで。よし、オッケー。弾欲しいねー。さあ、戻ってきたー。見て、マングがいる。待っててくれたみたい。おー、ほんとだ、完成してる。あの二人、帰ってこれるかな？微妙だな。旧市街はタタリーにやられちまった。あ、やられた後なんだ。あ、ちょっと待って。ってことは、湯葉とかあんな感じになってるってこと？ネタをすると、まだ残ってるかもしれない。旧市街に行った人のことを聞いたことがある。なんでもゾンビになっちまうって話だ。ああ、やっぱそうなんだね。本当かな？その話なら俺も聞いたよ。恐ろしいことだ。いや、白芸校の人たちマジでやばいね、そうなると。でもあの二人は特別な人間だ。特別？どういう意味だ？ただ、そんな気がする。気がするだと？全くロボットってのは直感で物を言いやがる。ヘイターの直感が正しいかどうかはともかく、太陽が沈んだらあの二人は苦労を強いられるぞ。やがましい。姫様が送り込んだ二人だぞ。ちょっとばかり化け物がいたって平気だ。姫様か。法の定める君主様だ。あたりの解毒薬を開発してるらしい。へえ。なんて立派なお方なんだ。あのイザベルもすごいぞ。ロケットで空を飛び回るなんて芸術的だ。親方だって負けてない。あれこそまさに芸術家だ。そらそうよ。この地下鉄だって一瞬で修復できた。あ、来た。戻ってきた。思ったより早かったな。さすがは姫様、才能を見抜く目がある。あんたら、任務は無事に完了したのか？みんなが待ってるぜ。お祝いを始めよう。あんたらのおかげで随分助かったよ。お礼と言っちゃなんだが、あんたらには、ダム上地下鉄の最初の客になってもらいたい。おう、地下鉄。これ、カロンが走ってた線路にそっくりだよ。また列車に乗るの？でもジョン、ダム城に帰らないとだよね。心配無用だ、綿毛ちゃん。ダム城にはちゃんと帰れる。しかも最速、超速でだ。この便利さを知っちまったら後戻りはできねえぞ。お？あれ？地下鉄、地下鉄だよね。さあ、乗った乗った。俺、まだやりたいことあったんだけど。ああ、地下鉄だね。もうでも、ある程度文明使い切ってるよね。ここの人たちはね。わ、また駅だ。ダム城に戻ってきたのかな。
そうだよ、ふわふわ髪のお嬢ちゃん。そこの階段から上がるとプリンセス通りだ。おっとそうだ、こいつをやろう。無料チケットですか。永久乗車券、やったね。無限マーク書いてあった。地下鉄の永久乗車券、この乗車券があれば地下鉄はいつでも無料だ。さあここまでだ、こっちはまだ他の作業がある。ここでお別れだ。あんたらがダム城にまたいるつもりならまたいつでも会える。じゃあな。ファッファーンって言ってた。イエーイ、どうもー。なんかすげえ部長と部下って感じの人いたね。よく聞け、ダム城の者ども、私は収穫人だ。ソロモン、あ、ソロモンか。へえ、お前たちの目を握っている。どこが面白いんだ、こっちに来い。ここの話せ。中身誰なんだろうな。サブウェイって書いてあるけど。あ、ダム兄弟、そういうことか。クソガキ、降りてこい。ソロモン、失礼なやつだな。クソガキ呼ばわりするとは。なんかめんどくさそうな兄弟だね。ほら待てって。好きなだけ叫べがいいさ。顔が真っ赤になるまで。そのうち叫べなくなるんだからな。はははは。お前もう許さないぞ。でもダム兄弟って言われるには、どっちがありなんだろうね。何を見てる、チレ。これあれだよね。建設業のおっちゃんが言ってた人だよね。さて。アイテム強化でもするか。さ、ジョニーの店。ここで強化だね。とりあえず。これ何？ SOS。ああ、はい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 。お助けアイテム。10フレームアップ。3。そうだね。どっちかしか強化できないのか。あ、こっちだな。お、色が変わった。いや、マジで見れば見るほど、バカバシューターだよね。もう言っちゃったけど。フライパン強化できんのがちょっとな。じゃあ、ちょっと、お姫様に報告いきますか。ほい、ただいまー。あるわ。彼に会ったよ。ソニックボーイ、超かっこいい。でしょ？もっと教えて。何が？どこがかっこよかったかって？そしたらね、ドーンって。巨大な箱をくれたの。うんうん。ねえ、これは何？これ？解毒薬を研究しているの。タタリの解毒薬よ。さんはタタリのこと知ってるでしょ？くれたらイチコロ、恐ろしいものよ。イチコロなんだ。レアル先生が言ってた。でも人を怖がらせるための作り回しじゃないの？怖がらせるのは確かだけど、作り話じゃないわ。本当に恐ろしいのよ。もし見かけたら、とにかく逃げること、いいわね。それはそうと、ジョンの活躍はさすがねえ。でもあの庭園では危ないところだった。あれ、どうして知ってるの？それはね、トニックボーイが教えてくれたのよ。お、動いた。とにかく作業終了。あとは待つだけよ。
やったね。じゃん、お腹すいた。あは、じゃあお家に帰ろうか。あ、料理作る人誰もいねえのか。このメンバーの中では作りそうにないもんね。家に着いた。おー、広い。ようこそ。ロケットハウスへ。拠点になりそうだね、ここね。ここがアルバの家？すごーい。ここ、蝶々の家より大きいよ。アルバはやっぱりすごい人なんだね。だといいんだけど。じゃあ、お姫様らしいしね。ここはおじい様の家なの。借りてるだけ。しかも、アルバはいつも格納庫で寝ているわ。研究所ね。私の研究所。とにかく、まずは食事にしましょう。名付けて、ウェルカムディナー計画。早速始めるわよ。アルバ料理長が腕を振るってあげる。おー。あなた大丈夫？前に料理した時の惨状を忘れたぞ。あー、なるほどね。私に任せなさい。あなたたちはお腹空かせておけばいいの。食材が無駄になるパターンかなー。付き合わせてしまって悪いわね。あんな危険な場所まで行かせてしまって。アルバは昔のダム城だって言ってた。つまりオールドダム。確かにあそこはかつてダム城があった場所よ。あ、さっき言ったとこはそうなのか。あー、だからお墓とかいっぱいあったのか。へー。でもそれはアルバがまだ子供の頃の話。もう誰も住んでないわ。あたりにやられたの。あたりって本当の話なの。ええ、でもここに来る前にあなたたちも。来る前に？今のは忘れて。とにかくたたりは実在するわ。アルバのおじいさんがみんなをここに避難させなかったら、今頃ダム城は存在していなかったわ。しかし彼はたたりがここまで来た時に備えて対策を発明したの。それが風神。何それ？かっこいい。強そう。強いといえば強いわね。ダムの上に設置された巨大な送風機を。ここから山の手に行く途中で見えるわ。ああ、そっか。イザベル先生。風でたたりを吹き飛ばしちゃうんだね。そういうこと。でもそれ以来、たたりはまだ発生していないの。アルバのおじいさんはよく言ってたわ。機械は対策に過ぎない。守ってくれるのは神様なんだって。深い話だね。どういう意味だろう。多分だけど、私たちは運が良かったのよ。でも、いつか運が尽きる日が来るかもしれない。話がおかしな方向に進んじゃったわね。そうだ、アルバが2階の月あたりにあなたたちの部屋を用意したみたい。シェアハウスってことになるわね。それって、つまり、ここに住んでもいいの？もちろんよ。あの部屋の住人はもう引っ越したし。あ。大爆発だね。あはははは。また、やっちゃったみたい。やっぱりこうなったか。あなたの料理は実験以上に危険だわ。めっちゃ切れてるな。これからはキッチンに近づかない方がいい。今夜も乾杯にするしかないか。じゃん。私たちで晩ご飯作ろうよ。あ、ブチ切れてますね。本当にごめんね。今夜は乾杯でしのいでもらうしかないわ。でもどこで間違えたのかな。燃料入れすぎた。燃料って入れるもんなの？いつまでも残ると思っていたものが、1時間の食事で跡形も消える。横残しますか？はい。セーブポイントだったんだね。全然考えてなかったわ。はい、やりますか。スイッチオフ。
料理しましょう。私の話を聞いてる？あれ？美味しそうな匂いがする。驚いたわ。何これ？美味しそう。今晩はカレーだよ。あ、いいねー。カレー最高だね。どうだ、カレー作れんのか。ジョンの料理は最高なんだよ。なんて美味しいの、これ。毎日でも食べたいくらい。そうだ。ちょっと待ってて。なんか持ってくんのかな。これ3にあげる。赤い靴を手に入れた。あ、本当だ。あ、そっか、ずっと裸足だったもんね。素敵。これが靴ってやつ、柔らかいんだね。あ、めっちゃ走る。それにすごく楽。ありがとう、アルバ。めっちゃ速いな。ジョン、見て。靴だよ。アルバがくれたの。忘れてたな、みたいな感じだね。よくよく考えたら、全然靴、あげる要素なかったもんな。お、じゃあここでチャプター終了か。はい。ということで、そうだね。新しい街来て、なんとかダンジョンもクリアって感じだけど。そっかー。なんか、進めば進むほど不穏な部分も出てくるからね。サンちゃんの中身のマザーも気になるし、ちょこちょこ気になるところというか、考えるところが多くなってきたね。ということで、まあ、次回は D の新しい章から始めたいなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。